御率がチーム防御率が悪いというところでね、まあ、ちょっと頭を冷やせというような話も聞いたんですけども、まあ去年の、ね、活躍を考えると、はい、これから、まあ、伊藤中心に、育てていくのかなという印象を受けてましたん で、 そうですよ、ね、打率も2割4分台ですかね、2割5分以上ですか、じゃあなおさらなんかこう思ったないというか、まあ、こういうのはね実際チームの中入ってみないとわからんところがあるんで、うかつなこと言えませんけども、まあ、昨年はその12球団ナンバーワンのいわゆる防御率を持っていたので、ね、まあ、それがもちろん評価されての、まあ、プラスね、まあ、スローイングの技術とかブロッキングの技術が上がってるなっていう、当てていますが、おっと山崎がいい加減にしろよと、まずはこれルーキーに、うん、揺さぶりをかけるような山崎でした。これ変化球ですよね、フォークです。いやフォークなんで、はい、そんな怒るようないたんだんですかね、もう思わず激高したという山崎です。いやピッチャーとしてはどうですか、まあ、ここでまた心臓の強さが試されるという部分にもなるんでしょうか。